今日もそんな話をしてたさ。何度か出場したことあるけど。イエイエイ、フィル君、そんな甘いもんじゃありませんぜ。先輩は幼少よりその才能を発揮して、各地のジュニアコンクールの史跡を総なめ、世に神童の名をとどろかしたのです。どうだ、ビビったか。いや、ユニが威張ってどうするよ。でも驚いた。やっぱりシャルってすごいんだな。やめてよ。私たちの夢はプロとして活躍している人も大勢いる。本当にすごいのはその人たち。私は違う。ただ運が良かった。僕が行きます。フォー様がまたお怒りに。構いません、案内を。大丈夫、スーファはここにいるんだ。もう、ほんと信じられないわ。あなた居眠りなしで授業を受けられないの？昨日の晩遅くまで練習してたから。まあ気にすんなよ。バカ、隣に座る私の身にもなってよね。同じチームだからって先生に叱られたり、教室のみんなに笑われたり。いや、ほんと困った話だよな。笑ってる場合じゃないでしょう。常識で考えなさい、常識で。でもそういうシャルだって意外と常識外れなとこあるよな。え？何よ。
ごめんなさい。私、午後のレッスンをお休みするから。スーファ、相手にするな。時間の無駄だ。行くぞ。おいおい、あんた、ちょっと待てよ。何勝手なこと言ってんだ。僕に、触るな。情けない男だ。君のような人間と彼女は住む世界が違うのだな。ルカ、やめて。スーファ、一体どういう。ごめんなさい。必ず説明するから。あ、私がっかりだよ。いや、ユニさん、話の焦点はそこじゃないですから。そうよユニ、こんな情けない男のことはどうでもいいの。ひどい。でもスーファにも困ったわね。こう頻繁に休んでたんじゃレッスンの進行にも支障が出るわ。知れないけど、スーファさんにも事情はあるんだし。まあまあ、待てよ二人とも。俺の意見も聞いてくれよ。うるさい。情けない男は黙ってなさい。ひどい。私です。ああ、待っていたよ。入りなさい。さあ、スーファ、こちらに来なさい。
結構です、フランシアさん。全く集中していませんね。やる気がないのならレッスンに出ていただかなくても構わないのですよ。すみません。聞いたかおい、ありゃもうダメだな。振動とかチヤホヤされていい気にでもなってたんだろ。自分は他の人とは違うとか思い込んでさ。その結果が今の演奏か。泣けてくるね、人ごとながら。まったくだよ。下手に脚光を浴びてた分、落ちた時に惨めっていうか。次、ヒル・ユンハース君。はいはいはい、俺ですね。いや、緊張するな。あははそれじゃ、行きます。決まったし、いよいよ逃げられないな。け、試験なんてあれだ。当たり前にやってれば当たり前にできるんだから、大した問題じゃないね。よしよし、ハンス君、そんな悲しい見栄を張らなくてもいいんだよ。君がダメな子だってことはみんなよく知ってるからさ。うるさいな。だって人のこと言えないだろ。いや、だってほら、私は諦めに諦めて、もはや悟りの境地というかさ。おいおい、血まっぽいやりとりはその辺にしてくれよ。取り残された気分になるだろ。恐ろしいこと言うなよ、フィル。なんで僕がこんな奴と。照れるな照れるな。まあ劣等生同士仲良くやろうぜ。いや、それにしたってだよ。実技試験はコンクールの選抜も兼ねてるんだろ。そう、だからみんな必死なんだ。やっぱり本戦の舞台は憧れだもんな。今年はチームにも恵まれたし、卒業したらますますチャンスは少なくなるし。まあ確かに君一人の力では完璧無理だしね。気持ちはわかるよ。だからお前は人のことを言えるのかと。ああ、やれやれ。で、昨日の午後、おじい様が体調を崩されて、私、お見舞いに行かなければならなくて。なんだ、スーファさん、それならそうと、先に行ってくれればよかったのに。うん、ごめんなさい。私も急に知らされたことだったから。フィルは他に何か聞きたいこと。ああ、そうだな。そうだな。俺はスーファの3サイズが知りたい。あの男、ルカっていうのか。うん、おじい様の秘書をしていて、私も昔からお世話になってるの。
ですか？あの無駄に偉そうな態度で。そうね、少し変わった人だから。やあみんな、待たせたね。レッスンの準備はいいかな？やるからさ。ほうほう、お前はわしの店を潰す気か？うちのお得意は目の肥えた連中ばかりだぞ。俺って全然信用ないのね。何？お前はまだ若いんだ。結論を急ぐ必要はない。それだけの話だよ。そんなことより音楽院の方は順調かな？いや、授業の方はさっぱり。でも実にはそこそこいけるんじゃないかな。カルテットも随分まとまってきたしね。うん、まあ精一杯頑張ることだ。どんな結果になろうとも後悔だけはしないようにな。クラリサ先生、どうして演奏の中断を？少し休憩しよう。君も疲れただろ？私は平気です。レッスンを続けてください。シャルロット、焦っているのか？私には君が自分を追い詰めてるように見える。無理は良くないと思うが。わかりました。先生にやる気がないなら結構です。自習室、お借りしますね。私一人でも練習を続けますので、失礼します。やれやれ。難しいね、どうにも。確かに変だ。何の話？お前気がつかないか？シャルロットの様子。シャルロ？ああ、言われてみれば最近。なんか言ったか？
すれば。私はシャルロットとお友達でいたいから。ソフィー。だからごめんなさい。シャル、大丈夫か？ちょっと力入りすぎだぞ。最低だわ。え？今日の練習はもう無理ね。私帰る。おいおい、ちょっと待てよ、シャル。いきなり何言い出すんだよ。うるさいわね。あなたにも関係ないわ。でも話してよ。はい、はいはい。すいません、お待たせしま…ああ、あなたのお家だったの？おう、まあ、とにかく入れよ。お邪魔します。前の弦だよな。うん、ありがとう。家に予備がなくて。あの、フィル、昨日のことだけど。そうだ。え？シャル、そのバイオリン貸してみろよ。昨日切れたやつだろ。おまけにやってやるよ。そんな、自分でやるわよ。弦の張り替えと駒の調整、面倒だろ。でも、あ、任せとけって。俺、こういうの得意なんだ。私、何度もこのお店で修理してもらったけど。ん？何が？あなたの家だなんて全然知らなかった。ああ、俺去年までずっとイタリアの工房に行ってたから。イタリアの工房？ああ、バイオリン作りの修行。なかなか厳しかったけどな。一通り収めて戻ってきたわけだ。じゃあ将来はバイオリン職人？先のことは分からんけど、多分工房を継ぐことになると思うよ。その右から3番目、今俺が作ってるやつだよ。結構いい出来なんだぜ。ねえ、それならフィル、あなたどうして音楽院に入ったの？え、シャル？変とかそういう意味じゃないの。ただ演奏者にならないならどうして？あんなに上手いの私なんかに思ってた。シャル、今なんて？ううん、なんでもないわ。理由か。
なに深く考えたわけじゃなくて、誘われた勢いでつい喜んでホイホイっと。あ、なんつうか俺って考え浅すぎか。なんだよ、そこまで笑うことないだろ。ほら、終わったぞ。うん、ありがとう。よし、それじゃ始めるか。え？一通り調整もしといたけど、やっぱり自分で確かめた方がいいだろ。それで、せっかく弾くなら一緒に？おう、当然。頼むぜ、第一バイオリン。私、今はそんな気分じゃ。ん？そんなに深く考えるなって。シャルの好きなように自由にやればいいんだからさ。私の好きなように。うん、それでいいのなら。アン、ドゥ、トロワ。どうだい、俺たちイケてるんじゃない？ひゃー、すっごくよかったよお兄ちゃん。パチ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 。あ、当然だぜ。で、お兄ちゃん、そちらの人はどなたですか？
そうだな。もうこんな時間だし。せっかくだからそこまで送っていくよ。もう帰っちゃうんですか？リーナちゃん、ごめんね。では、シャルロットさん、おばかり頼りない兄がご迷惑をおかけすると思いますが、今後ともよろしくお願いしますね。おいおい妹よ、そりゃないだろう。はい、わかりました。リーナちゃん、こちらこそよろしくね。はい。それにしても、あなたにあんな可愛らしい妹がいたなんていいだろ。店のことといえ、リーナちゃん、思えばあなたのこと何も知らないもんね。同じ仲間なのに。リーナはさ、本当は妹じゃなくていとこなんだ。フィル、でも俺たちは兄弟だよ。リーナもそう思ってくれてる。大事なのは肩書きじゃなくて、お互いがそう思っているってことなんじゃないかな。フィル、おいおい、フィル、なんて景気の悪い顔してんだよ。試験そんなにダメだったか？察してくれよ。たった1時間をこれほど長く感じたのは生まれて初めてです。ハハハハハ。
ての君にはちょっときつかったかな。っていうか音楽理論って何ですか？器楽演奏論、音楽史。くそー、明後日からの実技試験で挽回だ。そうだよな、お前にはそっちがあるからな。だな、いっそ実技試験まで地球滅びないかな。隕石とか。いや、お前そんな理由で人類滅ぼされても。そういえばレポートの提出も明日だったな。でも俺そんなの書いたことないし、誰かに手伝ってもらおうかな。